聞き取りづらくてお互い声がで、なかなかこう限られた時間の中で会話がこう成立しないことが多々あったので、そう、それでやっぱそうなんかお互いこう不完全燃焼で終わってしまうっていうことがよくあったので、握手会ならね距離近いし握手もできるし、ファンの人とよりこう楽しいね時間を過ごせるんじゃないかなって思うので、そうやっぱり今までねそれを我慢してた分嬉しいですよね。あの詳しいことは私もねあんまりわからないので、握手会をするっていうことしか知らないので、その後の詳しい話は詳細とかは待っててください。私も待ってる状態です。皆さんと一緒です。イカワは知ってました、やるよっていうことはで、今日発表だよっていうのは知ってました。そうでもね、あのもうこのタイミングになっちゃったんで言わないのも変だと思うからちゃんとお話しするけど、そうさっきもねたまたまこうエゴサしてたら、あのそのルカが選抜に入ると思ってたみたいないうツイートを見たんですけど、なんか本当に不思議でこう今もうね、もうずっとファンの人はルカが選抜に入ることをすごい期待してくれてて、なんか申し訳ないなって思うねことが多いんですよ。そんなにファンの人は期待してくれてるのにそれに応えることができないっていうのはちょっと変か、答えてないまあ自分がいるのがすごい申し訳ないなって日々思うんですけど、でもやっぱり選抜って特別なもので、やっぱこの前もねカウントダウン TV にね出てね、いろんな人がかわいいかわいいってこの子誰っていう風に見つかって、そうやっぱそういうきっかけって大事だと思うから、それってでも選抜だからこそできる、選抜だからこそ見つけてもらえることだと思うから、やっぱ選抜って特別だしいいなって思う部分はあるんですけど、でもいつかの生誕祭で言ったように、あの本当に選抜にこだわらずに今は活動してて、そう入りたい気持ちはもちろんあるし戻りたいっていう気持ちももちろんあるし、自分が辞めるまでにファンの人にあのまたこう選抜として輝いてる自分を見てもらいたいなっていうふうには思ってるので、時間はねかかるかもしれないけどもう一度ちゃんと見てもらいたいなって思ってるから、そこの部分は心は腐ってないと思うから、あのファンの人もあの安心して応援してほしいなって思うし、見守っててほしいなって思うし、うん、なんだろうな、うん、あんまりファンの人もそこにこだわらずにルカがやりたいこととか目指してるもの
に一緒にこうついてきてほしいなって思うし、気持ちはでも一緒だから安心してほしいなっていうのはずっと伝えたかったですね。なんかやっぱりね、見ててきっと応援し、なんだろうね、応援しがいがない、ちょ日本語がわかんない、応援しがいがないというか、こう目標もなくちょっとなんだろう、道に迷ってる感じをきっとファンの人は私をね見て思ってたかもしれないんですけど、ここ数年、そう、それは本当にファンの人に申し訳ないなって、すごいあのダメな姿をずっと数年間見せてきたなって思うんですけど、今は自分の、まあ、これ生誕祭で言えばいいよね、まあでも今ちょうどいいタイミング、ちょうどいいタイミングというかね、せっかく配信をしたので伝えようって思ったけど、あでも本当にもう一度ちゃんとファンの人に選抜として輝いてる姿をちゃんと見せたいなって思ってるので、みんなも心腐らずにずっとね見守っててほしいし、私ももう腐りませんどっかで話したかもしれないけど、やっぱりちょっとどこかでいろんなこう、もうこれも生誕祭で話せばいいんですけどそう、生誕祭で話せばいい話なんですけど、あのやっぱりどこかでこういろんなねこうきっかけがあって、そうちょっと心がね腐りかけてたんですけど、それはきっとファンの人見てて分かったと思うんだけど、そう、そういうね日々が続いてたんですけど、そう、ではやっぱりここまで話しちゃったから話しましょう。そうですよね、逆にここでねあの別の話しだしたら怖いですよね。そう、でもあのまあ新公演をきっかけにと言ったらあれなんですけど、まあいいきっかけがあったので、まあ自分も自分の可能性をもうちょっと信じてもいいなって思ってるので、そう今はその精神であの活動してるので、ちょっと今までねあのもったいない時期を過ごしたなって自分の中ですごく反省してるんですけど、そうさっきも言ったようにその選抜に対しての心は腐ってはないので、一緒に時間はかかるかもしれないけど一緒に目指していけたらいいなと思ってます。それが今の気持ちですかね。
可愛い応援してるって可愛いスタンプみたいなのはありがとうございます。あんまりね配信で暗くなりたくないですからね。また改めてね生誕祭とかねもまめでまた送りたいなと思います。かわいい応援してる。うわ、なにこれ、君は希望の光、なにこれ、初めて見たんだけど、嬉しい。えらい。すごい、みんなが甘やかしてくれる、嬉しいですね。ありがとう、いっぱい応援してるスタンプ、嬉しい。推しを甘やかすのに定評のある僕です。そう、そうなの、初めて聞いたけど、じゃあいっぱい甘やかしてください。オタク新年度モチベ上がりまくりです。すごい、なんかいっぱい、なにこれ、ピカピカ。いいね、モチベ上がってるの。何この卵、イースターってこと？サイン会の申し込みが早くてビビってる。ほんま早いの？サイン会るか、あんまその申し込みとか全然知らないんだけど、大丈夫かな、何も言われてないんだけど。え、明日から始まるの？うそん、知らなかったよ。オンラインのやつかな。ちょっと知らなさすぎるわ。てか知らなさすぎるっていうか、なんか教えられてないから、こちらに。
ああ、もうどこに書いてあるかわからない。ああ、すごい応援してくれてる ありがとう。もう今ファンの人と同じタイミングで知ってますよ。この前のゼップツアーもファンの人と同じタイミングで知りましたよ。見方が分からないな。あ、そう、4月23日にやるのは知ってるんですけど、その申し込みが明日から始まるって。ことですか。手形と。サイン手形抽選会。ホームページに出てる。わあ。ホームページか。じゃあ皆さん明日から申し込み忘れないようにしてくださいね。絶対。お願いしますね。全然話変わるというかあれだけど、ハルコンどうでしたか？来てくれた皆さん楽しかったですか？楽しかった？みんなはどこが、みんなの感想を聞かせてよ。
無意識の色が素敵でした。先生やってないですね。ちょっとやってないです、ごめんなさい。ケツはやってないですね、すいません。赤組白組パートが良かった。そう、懐かしいね、白赤。そう、昔のね、白と赤の曲をねやりました、別れて。ユニットのイメージ違うのが良かった。そう、今回ユニットがね、新公演のユニットとは真逆の、そう、曲をやったんですよ。例えばかっこいい曲やってる人はかわいい曲をやるっていうね、そういう風にやってたんですけど、私たちの Go Go The Dream のメンバー3人は歌でしたね、歌メインでやりました。もうね、あれ高音がねすごく高いんですよ、元のやつがね。リハーサルとかも歌うときにやばい出ないと思って、もうユキとイトミケに、そう、サビとかは結構託してたんですよ。でも私は結構歌いたい派の人間だから、あの、そう、リハは歌えなかったんだけど、本番はなぜか声が出てめちゃくちゃ歌えました。そう、リハーサルずっとね無高音出ずに、そこだけ出ないとこだけ2人に任せたんですけど、でも本番なんかあれみたいな、あれ余裕じゃんと思って。なんかわかんないけど、しっかりサビ全部歌えましたね。サビがね結構高くて歌いづらかったんですけど、そう、最高回で最後ヘロヘロのルカちゃんが可愛かったです。マジで疲れたね、最高かよ。毎回リハーサルでもバテてたんですけど、声出しブロック、そう、あそこがね、最後がファンの人が思いっきり声出せるようにっていうブロックだったんで、割と結構体力も使ったんですけど、そのブロックの最後が最高かよということで、ずっとジャンプしてたりだとか、結構若いメンバーが前のポジションにいて、このあのベテラン組が結構後ろでやってたんですけど、で後ろの方が移動多いんですよ、端っこから真ん中に走ってくるとか、そう、そういう移動がね、あの真ん中のフロントより多くて、そう、だからおばさんたちが必死にずっと走ってるみたいな、そう、それがね余計に結構疲れましたね。そう、それプラス歌ってずっとでピョンピョン跳ねてみたいな、結構ね上から見てる人は気づいてたかもしれないけど、もう後ろのねうちらベテラン組が永遠に走ってるからね、あの曲、そう、それが結構きつかったかな。でもやっぱりライブではね絶対盛り上がる曲だから、みんなのねコールが聞けてすごいね楽しかったです。
そういえば最後にテープがドーンって出た時びっくりして、ゆうひが誰かにだけ気づいてなかった。いやそうなんですよ、ダダの一番最初、イントロの最初で、あの、まあ、特攻っていうんですかね、特攻が出るよっていう風にちゃんと演出家の人に言われてたのにすっかり忘れてて、でイントロ踊ってたら急にバーンってなったから、えびっくりしすぎて、あの普通に尻餅ついちゃったんですよ。そう、めちゃくちゃ忘れてた、特攻出るってこと。うん、そう、めっちゃ忘れてたんですよ。いやちょっと恥ずかしかったなと思って、一番最後一番最後の大事なところで尻餅つくっていう、やらかし。赤いテープだったんだ、びっくりしすぎてさ、尻餅ついてもうずっとゆずきに、えやばいみたいな、めっちゃびっくりしたんだけどって話をしてたから、もうテープとか見てなかった。赤いテープだったんだ。でもやっぱり今回で改めて、あの声出しって最高だなって、もう声がさ、こう声出せないっていうライブに慣れてたから、そうやっぱミックスとかがあるだけでこんなにもライブって違うんだと思って、もういつもの倍の倍楽しかったね。こう MC でファンの人がこう反応してくれる声とかも、わーと思って、それだけで MC が楽しくなるし、そう今までねなかなか反応が分かりづらかったりだとか、えーみたいな、これ面白いかな、結構ねうちうちの MC になっちゃってたかもしれないんだけど、もう MC とかもファンの人が自由にこう反応してくれるから、なんかすごくやりやすかったし、そう全部が楽しかったですね。やっぱり声が聞けるっていいなって、それがやっぱライブの醍醐味というか、そうミックスとかね、まあコールが聞けるのがやっぱりアイドルのライブの良さだなって思うから、渋谷も5月ね、5月の渋谷も楽しみにしてます。みんなリハビリ中まだ。でもすごかったよ、全然ブランクがあるとは思えないくらいの声出しでした。みんな3年ぐらいねブランクあるのに、全然それを感じさせないぐらいコールすごかったですよ。ぜひ次は渋谷ですね、渋谷も待ってます。一緒に K2 と楽しみましょう。みんな年取ったって感じたの？みんな喉潰れたり大変だったね、ファンの人もやっぱブランクがありますからね。でも全然全然大丈夫です、すごかった、みんなのコール。みんな喉鍛えなきゃ。
じゃあ5月までに喉しっかり鍛えといてください。でももう会える予定が今後すごいいっぱいあって、5月のまあライブね、渋谷のライブもそうでしょ、で5月まだ関東発表されてるよね、関東で握手会トーク会があるし、オンラインもあるでしょ、5月と6月にあるんだっけ確か。そうで夏のゼップツアーも決まってて、まあどこに行くかはまだ知らないけどね、ゼップツアーも決まってて、でリクアーも決まってるでしょ、えめちゃめちゃ会えるくない？めっちゃファンの人と会えるやん、すごい予定がいっぱい詰まってる。あそう生誕もね、そう5月25日が誕生日なので、いやおそらくですけど、わかんない、これファンの人が生誕祭って決めてるの、それとも運営が決めてるの、ちょっとるか未だに10年経ってもそういうとこがわかんないんですけど、おそらくちょっと今のこの K2 の詰まり具合を見ると、私は多分きっと6月になるんじゃないかなという予想をしております。はい、だって今結構詰まってきちゃってんだよね。あ、運営なんだ。日程は運営なんだ。初めて知った。そう、まあ予定を見る限りちょっととかね、あの詰まり具合をね、今ケツいっぱい詰まってますから誕生日。そう。それを見る感じるかは6月になりそうですね。まあ大体そうか、いつも6月か、あんま5月にやること少なくなってきたからね、大体6月ですね。じゃあ関東のイベントが誕生日前夜祭みたいな感じでお祝いですね。え？お祝いしてくれるんですか？お祝いされるのはすごい嬉しいので、みんながお祝いしてくれることを楽しみにしてます。もう24歳だけど、51分、10時までやろうって思ってたので、せっかく今日はメイクをしているのでスクショタイムしようかな。そう、もう24歳になっちゃうの、次やばいよね、怖くない？ルカちゃんはいつも可愛い、ツアーはルカちゃんしか見れなかった。本当？嬉しい。いやそう、全然ね、若いってみんなは言ってくれるけど、もう24ってびっくりだよ。スクショタイムしますか？じゃあ何でもいいよ、みんなが盛り上げてくれるんだ。
あ、イースターね、イースター、あ、これもいいよ、大空に羽ばたけて。イースターかわいいね。スクショタイムです。おー、イースター、それもかわいい、応援してるってやつも。おう、卵割れるバージョンもあるの？ハート、みんな取れてる？おはめにしないでよ。ちゃんと可愛く撮ってください。おう、ミラーボール。今スクショのチャンスや。あ、意外と長かった。意外と長くてもう終わりかと思ったら、スクショチャンス。みんな取れたかな。アルバムいっぱいになりました？よかった。16分や。生誕くじは今考えてるところです。ちょっとね、思いつかなくて、なかなか。でもファンの人に喜んでもらいたいなと思って、いっぱい頑張って考えてます。そうなんですよ、そろそろね、期限がね、そう迫ってきてるんですよ、実は。そうだから早く考えないといけない。でも要望とかがあったら、ぜひ、あの、現金がいいなって。こっちも現金がいいわこっちも現金欲しいよ。みんなが誕生日の時に生誕くじ作ってよ。それでさ、現金現金を賞にしてよ。そしたらルカ引くよ
期限過ぎるとどうなるの？シンプルに怒られます怒られちゃうので、期限守って、はい、提出しないといけないですね。要望とかね、こういうの欲しいってグッズであったら、全然インスタの DM とか送ってくれたら、返信はできないけど DM は見てるので。ぜひ皆さんの意見聞かせてください。わあ、59分やん。じゃあ今日も本当に突然の配信だったんですけど、見てくれてありがとうございました。また時間見つけて配信するので、その時は遊びに来てね。みんな見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。またね。あ、ちょうどほっぺに、あ、消えちゃったまた会いましょう。あ、最後にミラボさん、ありがとう。あ、ミラーボールが長い。最後にミラーボールが来てくれた。みんな見てくれてありがとうございました。あ、また会おうね。バイバーイ。おやすみなさーい。